皆様、こんにちは。絵画コット買い取りプロ、周華道の金子でございます。今日はですね、この王妃焼きについてご案内したいと思います。これはですね、先日お買い取りさせていただいた中に、柿のですね、粋な鉱合がございまして、これですね、こうまあ、箱焼きの裏に王妃先生の楽観と印が入っておりまして、まあ、割としゃれたですね、こういった柿の形をした鉱合でございます。 で中を開けますと中にもいわゆる王妃の印がここに押されております、まあ、お茶碗ですと広大の脇に押されていたりしますけれどもこの皇后はこの中に押されております、まあ、王妃先生と言いますと当代、まあ、10代の王妃長左衛門さんはですねもう11代に 後目を移られまして現在大日敏郎さんとしてご,ご活躍されています。また11代の 大妃敏夫さんの方はですね現在襲名して、えーまあ、日本はもとより外国も含めてです、ね、活発に活動されておりましてまさに日本の、まあ、ある意味金沢を代表する大妃焼の名手というと,おところの経営が続いております、えーまあ、北陸の台、ね、あの,の百貨店さんでもですね王妃さんの定期的な固定もされておりますけれども、えー、根強い不安北陸の方々は非常にたくさんいらっしゃいますので私ども大妃の作品 ぜひお買い取りをさせていただきたいと思っております10代大飛鳥財門あるいは11代大飛鳥財門さん大飛焼きの名品をですね高く評価してお買い取りしておりますこちらのフリーダイヤルまでご連絡いただきますようにお待ち申し上げておりますよろしくお願いいたします